自分がなんかいろいろこんな風な教育だといいなみたいなところを考えながら教育変えていこうと思ってるんですけど、はい、あきこさんがそれを聞いてどう思うかみたいなコメントいただくみたいな、はい、そう。でもそもそもさっき俺話聞いてた時にやっぱりその親だ、うん、子供を育てるの親だっていうことをまず教育していく必要もあるよなっていうのは思ったんですよね、うんうん、なんかどうじゃそれはあきこさんの考え方で自分は親だっていうよりはなんか学校がやるべきこともあるだろうなって思った時に、うん、スパッとそのお金の教育をって言われたら、うん、だってあきこさんはすげえまず一本通ってんだと思って、うんうん、だってそれでなんか極めて雇用が何しようか関係ないじゃないですか、うんですねうん、批判するやつは地獄に落ちる。言ってたきゃ、うん、ブロックしちゃいますね、うん、そうだからなんかまず僕はどっちかというとそのノウハウというよりも、うん、そうあきこさんのこの太さすげえなっていうその、うん、幹の太さというか、うん、あそこがシンプルにびっくりした。だから自己肯定力の多分高い子に育ってほしいって、うん、だけども自己肯定力の高い親が育てると自己肯定力の高い子は育ちやすいんだけ ど、 なるほど、うん、じゃあこの大人が病んでいて、うん、自己肯定力の低い人がこんだけいて、うん、でもみんな子供はいるわけじゃん、うん、じゃあその子供たちが親は自己肯定力が低いけど、うん、自分は頑張るぞみたいなのがすっげえ厳しくない？厳しい。それは厳しい、うん、それは学校でどうしようもないじゃないですか。親を教育するわけにいかないから。確かに、うん、あじゃあその自己肯定力アップ講座みたいな連続講座やろうと思ったのは何ですか、きっかけ的に。と、うん、1回じゃ無理だなっていう。あその宿題とかがあって、うん、毎日自己肯定力を上げる。あと自己肯定力って、うん、あと体の状態かなり関係あるじゃないですか。そっか、そっちか、うん、だから私が教えれるなと思って。例えば睡眠は大事だよとか、はいはいはい、水を飲んで腸内環境を良くしましょうとかっていう、はいはいはい、自分の体を大切にすることって自分を大切にすることってイコールなので、それをやっていきながら自己肯定力を上げていくのを半年ぐらいかければ、うん、絶対誰でも上がるだと思う。そっか、コンテンツの健康の方にかなりあるんですね、うんうん、だから考え方ももちろんやりますけど、うんうんうん、その月に1回会ってワークとかもやるけど、うん、でもなんか日々だなと思って。日々、うん、間違いないです、うん、すごいな。それカモさんにも言ってるんですか、そういうのやろうって。あ、言ってない。またあ一昨日だよね、一昨日だっけやるって言ったの。はい、一昨日ぐらいで。ゆかには言ったけど、よしひとはずっとまだ言えないから。へー、なんて言うんだろう、いいねっていう感じですかね。もういいんじゃない。あーは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 ー、いや、めっちゃイケてるな。どういう人に来てほしいですか、その講座には。ちょっと元気な人。すげえ病んでる人、私無理なんだよね。いや、来ないと思います。うん、まあ、すげえ病んでる人は多分私の YouTube 見てたら来れないと思うんだよね、うん、バサバサ切られるって分かってる。そうそうそう。だからバサバサ切られる体制は、うん、まあちょっとはあって、うんうんうん、だけどまだちょっと自己肯定力上げたいなぐらいのレベルの人が来てほしいから。なるほどなるほどなるほど、ちょうどいいかも。本当先生らめちゃめちゃおすすめですね、それ。だから前は高かったけど今下がってるみたいな人はいいかもね。あーなるほどなるほどなるほど、ちょっと自信をなくしたとか、それこそ子供のことは大好きなんですけど、うん、親にやられてますみたいな人にはすごいな、いいと思う。めちゃめちゃいいと思う。それ名古屋校やっていいですか、自分が。親のトレンド対応してるぐらいだったら寝た方がいい。間違いない、うん、で子供に元気にね、ニコニコ笑顔で接する方が幸せじゃん。幸せ、うん、まず自分の幸せですよ。うん、これは、うん、そういう大人を増やしていこうとやっぱりカモさんがやってくださってると思うんですよね、うん、そうか、自分も教育云々じゃないからね、これ。てか、なんか、おこがましいかもしれないですけど、やっぱ大人だなって思ってて、教育っていう部分で言うと、うん、うん、大人もなんとかしなきゃいけないなとも思ってて、うんうん、最近では特にやっぱ、うん、やっぱ子供たちって本当勝手に成長していくから、うん、さっきあの、ライブで言われてたんですけど、本当にちょっとこう暴れちゃうような子とか、うんうん、別にこっち
あたふたするだけで、うん、子供たちはいつものことだからなんですよ、本当に。本当、上手、うん。うまいことやるし、うん、逆になんかこっちが出ちゃったせいで、うん、こじれる。まあちょっと待っときゃよかったんだみたいなのを感じたことなら何度もあるので、うん、そうですね、うん、だから子供、そうか、先生がなんとかしなった方がいいなとか思わないですか。もうちょっと先生がこういうふうに、大人じゃないですか、先生だって。いやだから先生はもっと本当楽になってほしい。いやー嬉しい。なんかかわいそうだよ、さっきも言ったけど。なんかかわいそうだし、あと忙しそう。忙しそう、すっごい忙しそう。なんか PTA 会長やってて、副校長とかと喋りたいんだけど、はい、いないもんね。確かにいないで、先生たちも別にサボっていないわけじゃなくて、めっちゃ忙しくていないわけよ。いいんじゃん、週休3日とかで。ああ嬉しい、ほんとそれ思ってますもん。なんかちゃんと休んでほしいし、なんか、なんかかわいそうだなっていう。かわいそうと思われてる、どれだけまずそうやって思ってくださってるのかな。なんか、そうですね。いやごく一部なんですけどね、結構圧がある保護者も、そう。逆に自分はだから今これから何をしていこうかなっていうか、一回ちょっと今分解しましただから、いやー面白いですね。この間その炎上したっていう話で、